東海タイムズは、かつて愛知県西三河地域で発行されていた地方紙。1956年に創刊され、1985年に休刊した。1956年5月21日、岡崎市戸崎町あざ辻で福岡都市一によって、当初は週刊の地方紙として発刊された。10年来、編集局長として、 東海新聞の使命を支えた福岡がその編集方針に飽き足らず独立したことによる。当時、岡崎市では東海新聞と愛知新聞の二つの日刊誌がしのぎを削っており、会社経営の経験のない一記者が新たに新聞を作ることは非常な冒険であった。退社に踏み切った理由を福岡は後年次のように述べている。私に若干の自信を植え付けたのは、 それまで3度ほど本を出してみて、その都度、私の本を買って読んでくれる人が500人ほどあるということでした。とにかく、この人たちを当てにして、新聞を始めるべく心を固めたのでした支持者たちの協力により当時の金額で60万円ほど苦面し、これを工場設備に当てた。総刊号には、愛知学芸大学学長の内藤宇三郎と岡崎、 出築牧場長の工藤寛八郎の対談、竹内教授市長夫妻への取材記事、お城加害丼、無病番付、夏場所などが掲載された。1964年3月、社屋を戸崎町あざ辻から明大寺町あざ大入りに移転。1965年頃から循環となった。1981年7月に第三種郵便物を取り消され、 8月1日号から月刊となった。東海新聞社主の坂木原金之助の岡崎版昭和史新聞記者30年日本労働弁護士団事件の記録を綴った天野松次の,のある現代史本田明子の不祖の地など資料的価値の高い連載記事を残した。衣氏の市民を二分した指名変更反対運動についても主面を多く咲いた。 発行人の福岡が高齢になったこと、読者が減少したことなどを理由に1985年12月1日、廃刊した。最後の社屋は、明大寺町あざと経理にあった。ありがとうございます。